新年一発目の、なんだろう、家族ご飯ね。今までね、正月のおせち疲れがありました。ね、おせち疲れがあってですね、あ
後でなんかちょっと体調が悪い。あのね、実は年末に食らったあの胃腸炎がですね、なんかじわーっときてるね。ああ、なんか食欲がないんだね。お酒もね、もう、まあ、のちょ今無理して飲んでる。ね、無理して飲んでる。飲まなきゃなと思って。いや、なんかね、ま、なんかあんまりお酒美味しくないんだよ。うん。でもね、あ、これだ、これダメだなと思って飲んでんだけど、青色吐息でございます。はい。ね、食欲がないの、あれから。本当に、おじいちゃんになったんだっていうか、おそらく人はね、ウイルスで、ブルースウイルスで、体調が変わると思う。うん。風邪ひいたり、何かウイルスにかかることによって老化が始まるとね、俺はね、確信したね。だって、味覚変わったんだよ。まあいいや、それは置いといて。ね、今日ね、チキンカツ、ささみに、もも肉、これブラジル産。で、こっちはね、肉鍋。ね、俺がね、肉鍋っていうのは、そのすき焼きの代わりにいろんな肉をぶち込んで、ちょっと汁気多く食べるっていう、その、うちの、なんか、伝統というか、うん。ちっちゃい頃なんか肉鍋って言ってね、食ってた。うん。豚肉でした。だけど今日はね、鶏とね、牛。豚肉じゃない。本当は豚バラ欲しかったのよ。嫁ちゃんがね、買いに行きたくないって言われたんで、じゃあ、あるやつでってね、嫁ちゃんの怠慢による今日は鶏と牛の肉鍋でございます。さあ、今日はこんな感じでございますよ。ね、チキンカツと肉鍋。いやを食べよう。さあ、時間は9時半。ね、9時半。なぜなら、国くんが、バスケットボールで8時半過ぎに帰ってきたから、というわけで。よー食べよう。この軍かけるさあ、さっぱりした、お母さん見て、この中にさ、マリオいっぱい入ってる。動物の森も入ってるし、左腕と右足が痛いの。うん、何分に
飲みたいの？どうしたらいいのこれ？じゃあこれはこのままでいいの？こうやってやっちゃったな。お腹痛いなら食べるのをやめ、とりあえず食べるの。それは痛みではない、悲しみだ。いいよ、肉鍋、美味しいよ。これはうまいぜ。意外と今回のあのあれはいいんじゃないの？こっちで食べないのいいの？いいよ。これご飯に強化するが 6%。 何でも安定の強化さんが 49%。 まあ豆腐メインで甘い強化しないが 31%。 シュルス君、シュルは強化しないする肉も入れて。地震では最大震度7を観測し、今の地震の続きは危ない。おい。大丈夫、みんな回しそうじゃん。お前だけじゃない。お前？いろんな肉を入れたんだね。全くしていないの。豚バラ本当おいしかったんだけど。鶏を先に使ってほしくて。おいしい。エミが投げたもの。ときちゃん、お豆腐食べる？お姉ちゃん、お豆腐食べる。止めようとしたのが遅かったな。冷たい。おっと、うん、大丈夫だよ。冷たいよ、おっと。やいい。これキウイと白身分けんの？分けない。時が終わっちゃっただけ。まだこの、まだこれは生きてる。生きてる。冷たい。あ、でもちょっとだね、下に落ちたの。ほーれ、ちゃんのそれダメ。お姉ちゃんもさ、ゲームやってもいい？ほーれ、音聞いちゃ。おいで。今日やめろ、今日。怒ってないから、おいで。今俺ら先生何をしたの？虚無。ダメ。何虚無ってんの？ぼーっとしてる。それを見つめているのかね。あれ、おときちゃん、どこ行くん？ちょっと、あのね、服物持ってくるから。じゃあ、ちょーもここによ。トラよ。
そこに冬だよ。え、違うよ。どこにあるの。ねえ、このからそこに置いてある俺のと思わない。いや、いい、こっちじゃなくていいのってさっき聞いたし。ねえ、このここにから入れていい。いや、違う、いいよ。入っちゃう。ありがとう、ダブル箸。ティッシュくれ。ダブル箸。北朝鮮が弾道ミサイルを発射したことを受けて、日米韓3カ国の高官が電話を発射した。弾道ミサイルの発射は、国連の安全実現に関して、おいしい。うまい。平和と安全を脅かすことだとして、強く非難しました。見せてください。ティッシュどこ行った？ティッシュ。何に渡して？ああ。その後入材となった、いわゆる砂川事件の東京地方。昔の人は根性あったな。学生などを求める高知の学生らの訴えを退けました。学生らは、高知の最高裁判所の長官がアメリカ側と公式に会談していたことを示す公文書のもと、不適正な裁判だった。昔の人は根性あった。東京地裁は、最高裁の裁判官が裁判の関係者と面会したとしても、それだけでは不適正な裁判所ではないとは言えないとしました。うまいだろう、気をつけてやめて。おいしい。うまい。よかったぜ。長男のフレデリック皇太子が新しい国王に即位しました。各国メディアはデンマークでフラッシュが自らの意思で退位するのはおよそ900年ぶりだと伝えています。フレデリック新国王は皇太子だった2011年、まだご飯食べない大震災の支援のため、岐阜県東松島市を訪れています。キムチ持ってこよう。韓国の韓国の。うわ、寒い、こっち。痛い。あー、廊下寒い。廊下温める意味あんの。これソース取って。あー、だから。ウェールだ。はい。駅の重みで建物が崩壊する恐れもありますので、安全な場所で。はい、では天気図を見ていきましょう。今日は等圧線の間隔が狭く、北日本を中心に風が。もうやめてくれ、低気圧。明日にかけても冬型の気圧配置は。ちゃん、ソース取ってくんない？予想される雪の降る量、あ、お母さんのところにあるよ。明日までのところ、北海道から北陸にかけて山沿いを中心に50センチ以上で、石川県の平地も20センチと予想されています。ちゃんが好きな人参もらった。はい、雪です。雪が悪くなることもありますので、ご覧の手なども準備に行きます。ある、人参さん。では、降り方を見ていきましょう。日付が変わると、はい、紫色、白色と色づいた色が強まりそうです。その後も同じような場所に雪が続いて、お肉は何？お水？あるでしょ、お水ここに。この後日本は一般に次第に狭くなっていくそうです。夜には雪の止むところが多いんですが、路面に溶けずに雪が降っています。最低最高気温より8度も低い3度の予想なんですが、東京は今夜も7度までしか上がらない予想です。一番降る地域だけではないと。はい、冷たい北風が吹くので、この気温より下がるんですか。それ白菜だよ、みーちゃん。白菜ですね。最高気温も見ていきましょう。明後日水曜日は全国的に晴れるところが多くなりそうです。木曜日以降は気温が平年よりも高くなるところが多く、西日本や東日本で雨の降るところが多くなりそうです。では各地の明日の天気です。九州、四国、中国地方です。鳥取は朝まで雪や雨が降るでしょう。日中は西から晴れ間が広がる見込みです。気温です。
朝は5度以下のところが多く、沖縄行くか。え、行くの？日中は10度から20度もあるんだってさ。松江は7度、鳥取は6度。向こう湿気すごいの。近畿東海は北陸です。そうなんだ。昼過ぎは日が暮れ、みんなで行かない方がいい。行かない方がいい。行かない方がいい。日中は次第に晴れるで、行かない方がいいって気温です。行くか。今日は -1 度の予想です。日中は近畿と東海で6度から8度のところが、みちゃんも大好きな北陸は3度以下でしょう。いい水族館まで関東甲信越毎日プール入りに行こう。新潟や長野、それに関東北部の山沿いは切ったとこらへん USJ 広く晴れて空気の乾燥した状態。今応募したから、うん、気温です。あの無料になるやつ、貸し切りのやつ、本当当たったらね、運試しだよ。ファック、結局運なんだよ。当たることあるじゃん、ほらダイヤモンドシート当たったじゃん。デボンゴ、世界も夕方まで雪の降るところがありそうです。おばあちゃんも行くの？気温です。朝は仙台でマイナス2度、札幌はマイナス2度。応募したの？これ、不安なキャンセル。何食べてんの？やった！明後日水曜日は広く晴れるでしょう。木曜日から日曜日は雨の日が続くそうです。札幌から東京です。全財産持ってく。水曜日は広いところが多いでしょう。でも結局あそこは狩り場だからボラレーで雨が降りそうです。すごい高いんだって。なんかマリオのブンってなるやつやるだけでめっちゃベルトが高いんだって。大相撲初場所は4000円くらい。さあ、どれくらいなんだろうね。今日は過去の残している難敵、高安との一番です。大関桐島は、津波の処理もいつも通りと冷静です。誘ってもいい？誰を？おばあちゃん。いいよ、もちろん。誘って今じゃない。当たってないからぬかよほろこみさせないであげて。しかも4人までコースだから。手つなぎたいのかと思ったらソース取ってちゃった。上がらないでほしいじゃん。いいね。ただだね。もういらない。おばあちゃん我慢。なんだっけ。でもこの中の一人いけないじゃん。いや、これは大丈夫じゃない、まだ。ポケモンはチビだから大丈夫だ。オムライスにしてた。なんだっけ、なんか言おうと思ったの。何を言おうと思ったの。忘れちゃったよ、みちゃんに何か言おうと思ったの。なんか言おうと思ったの。あ、覚えられた。国産のさ、あの鶏のさ、2枚とさ、ブラジルかな、私買ってきた業務スーパーの鶏と同じくらいの値段じゃなかった。1枚ね、うん、ブラジル安いよ。だって 5枚くらい入ってたからさ。はい、5枚入ってたのよ。そうだよ。3枚じゃなくて、3枚じゃなくて、あ、使ってた、使ったからさ。2枚しかなかったのは3枚じゃなく5枚だったの。そう、ブラジルさんは安いんだよ。だし、あんまりいい飼育状況ではない。いいね。あ、食べよう。なんか一番部屋は、そうだな。わ、困らない。やめてくれ。みーちゃん、そんなことしないから。たまにする。
姿町出身の大野里。ちっちゃい時もそんなことしなかった？ちっちゃい時は。ちょっとした？ちょっとした？おもちゃの車でタブレット引いた。見ちゃった。あれ足食べられてる。パソコンに。大変だ。大変だ。ちゃん。あ。めっちゃ当たってる。前に出る相撲で一気に勝負を決めました。新入学初日から2連勝です。遠藤負けた。遠藤は穴水の出身、初日は出ています。遠藤も石川早よ横綱なってくれ。遠藤死にました。めっちゃこちらビービー死にました。クニも言った。見て、クニも言うのやめてね。直しておいて。お母さん、君飲む。飲まない。おいしいよ。トキホ、君飲む。うまい、うわ、すごい使ってんじゃん。うまいです。2個やった。うまい。卵飲むと強くなるよ。でもう一個あった。プリナスもしくはカルシウム食べれるっていう。もう食うと思うやつ。でもう一個持ってきてください。錠剤にするか。で卵ってどこから生まれてくるか分かる。お尻の穴で。でもなんでこの墓地に立つの？うん、後から。鶏はね、排卵のする場所と、うんこすとしっこする場所全部一緒。だから卵の殻、卵は全部同じ場所から出てくる。トクちゃんにももらったからね。うん、お前食おうとしてたから、食った方がいいでしょ。何か話そうと思ったけど、それはタイミングではなかったってことか。話したじゃあ、ちゃんと豆腐食べたからあげるね。わ、割れている。俺も食べたいしょ、くんに食べてるごとく。あ、バナナの方か。もらったんだよ、それ、みなちゃんのママに。めっちゃ遠くなったの？えぐいタコ。131mで5位につけます。これだけ飛んだら楽しいだろう。ヒルサイズを超える大ジャンプにガッツポーズを出ました。小林やってきた。初優勝です。なんでさ、いつも思うんだけど、どうしてこんな丘から飛ぼうと思ったんだろうね。俺そもそも俺ジャンプでスポーツなんか見せちゃう。めっちゃいい。ごちそうさましたのね、みんなで。あー、くたくたくた。ごちそうさましたのね。うん、なんか、見て見て、うん、漫画倒る先生みたいになってる。みーちゃんも風邪か。いや、調子悪いよ、俺も。白って200色あんねん。いや、アンミカだ。アンミカだ。はい、だから、また食べる？残しといて、2つ。君を飲みます。じゃあ、ちょっと飲む。いや、俺いいな。これが強くなるよ。2個食べたもんね。これを、まあ、あとお前も。待て待て、もうごちそうさん、今日座れ。はい、外国の人もこうやって励んだの。
はい、ごちそうさまでした。誰のこと言ってんの。ごちそうさまでした。パチ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 。いや食ったな。超速クラブ。やだやだ。食った食った食った。どうしたどうした。あ食った食った。体調悪いな。